春に別れ、夏に短い恋を経験し、秋にはまた別れ、冬には人肌恋しくなる。日本人は季節の巡りを出会いと別れで表現し、それを一種のわびさびと呼んだ。さようなら。それは再会を期待する言葉でもあり、永遠の別れを意味する言葉でもある。もともとはさようならば、そういうことであるならばという意味で、別れを意味する言葉ではなかった。が、古くは平安時代から別れの場面で多く使われるようになり、さようならばイコール別れの言葉というイメージがついた。そして時代の流れとともに場が省略され、さようならが別れの言葉として定着したのだ。日本人は別れイコール一旦立ち止まり、今までのことを振り返って次に進むための節目と考えていた。つまり、さようならは今まではこうだったのだから、そうであるならばこの先はこうしようという意味だ。単に別れを意味するものではなく、そこには再会の期待と相手の幸せを願う気持ちと自分自身の明るい未来を願う気持ちが込められていたのだ。こうした観点から、あえてさようならではなく、またねという言葉を使う人もいる。それはきっと、さようならだと、もうその人と会えなくなってしまう気がするからだろう。またね、また会いましょうなら、たとえ次に会う予定がなくても、またどこかで会えそうな気がする。そうして縁というものをつないでいくことが一つの希望となって、その人の心に留まり続けるのである。言葉は不思議なもので、口にするとそれが現実になったりする。だからこそ丁寧に紡いでいかなければならない。心は言葉の節々に宿るのだから。